届いてます。初任者研修。さあちょっと家帰って合格してるか、それか振込用紙が入ってるか、どっちかでございますよ。ドキドキもんでございますよこれ。さあそれでは開けます。今からね、どうしよう、振り込み用紙入ってたな。あなたは研修全体の知識習得度に関する修了評価テストにおいて91点で合格しました。よかった合格です。よかった合格や。あー、91点や。よかった、嬉しい、マジで嬉しい。ニコよかったということで、第518回武井テレコチャンネルテレラジオ青春野菜、見ていただいている方どうもありがとうございます。さあそういうことで、私、初任者研修というので介護士資格の取得を授業を受けて、16回受けて、試験に通れば合格ということで、先週、最後の授業を受けてね、まあ、先々週実技のテストをして、そして最後に筆記テスト。その筆記テストがね、難しすぎて、俺ちょっともうはっきり言って、あ、落ちてるなって思ってたんですよ。うん。いや、本当に、どこが何がどう間違うたかがまずわからんから、あ、これはもうまずあかんわと。でもまあ、一個ずつこうね、いろいろこう、紐付けていって、こう、当たり前のことなんですけど、やっぱり、勉強しとかんとできない問題が、ほとんどだったので、でも91点で合格しました。俺に一個資格ができました。ありがとうございます。ねえ、まあ本当にね、まあ僕は芸人をやって36年目ですよ。それで、まあまあ、それだけで食べていけないんで、なんかアルバイトせなあかんなと思って、それで、まあ、ね、東京に出てきてもう、7年近くなるんですが、だん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 もう芸人だけではちょっと難しくなってきて、かというてアルバイトするったってね、何したらええねん、みたいなことがあって、でもまあまあ、なんか探そうって。ほんで家の近所で、お弁当屋さんでね、あ、ここやったら駅前にね、お弁当屋さん、ここで働いて、まあ、週3日ぐらい働いて、まあまあ、あ、ほんでまあ、こう、料理作ったり、昔ね、俺が、そうそう、それも一番大変な時やったんですよ。38の時かな。そうそう、38の時、東京、浅草でいてて、吉本にいてたんですけど、松竹芸能に出戻って、もう、東京をすべて一旦引き払って、大阪に帰ってきたときに、もうバイトせなあかんかなって言って、一番最初にバイト次第したところが、弁当屋ですよ。そこの弁当屋で働いてね。まあまあ、5日で辞めたんやけど。なんでか言うたら、そこの弁当屋で働いて、そこの上司というかおばあんなんですけど、まあ俺も若かった。若い言うても38か。あ、若いわな。それが違う。もう弁当のご飯はこういうの。ちゃんとやってみたいな、なんかそんなものの言い方するの。違う違う。もうだからもう唐揚げは3個って言ったらもう、わからんのかみたいな言い方をずっとされてて、5日目に、違う、なんか言うた、ゴムをちゃんと弁当の蓋で十字にって言われた時に、お前出せって急に俺ブチ切れたんですよ。ほんならその後、はぁなんて、やめたんわ言うて、ほんでやめたんですよ。5日分の給料もうてへんみたいな。まあまあまあ、そこの弁当屋でね、まあちょっと経験があったんで、あ、弁当屋で働こうと思って、ほんでまあ面接行ったんですよ。
ほんで、まあまあ、後日、最近ちゃうわな。電話とかちゃうわ。メールが来んねや。うん。メールが来て、今回は残念で、落ちて面接に。なんじゃそりゃ、思って。それで、うわぁ、もうなんかな。年齢で落ちたんかなみたいな。ほんま俺、今までアルバイトで、面接なんか落ちたことないもん。絶対に受かるもん。おう。だって俺、一回、39か。39の時、そう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 、もう、俺の兄貴が死んじゃって、実家がいろいろ大変で一旦もう芸人辞めようと思って、大阪に一旦いてたんですけど、大阪も引き払って、田舎行った時就職見つけなあかんで、すごい難しいところの企業、俺、これで一発で受かったからね。そんなんでまあ自信あったのに、弁当屋落とされたっていうことは、あ、俺もう、社会人としても不適合なんやと。もう何の、いや、本当に落ち込んだよ。何の、どない言うの？必要とされてないんやって。これ本当に遅い。いや、本当にね、もう、芸人をずっとやってきて、何のスキルも何にもない自分が、あ、俺本当やばい人生送ってるわ、思って、あ、もう、俺、そんなバイトすらも、無理なんや、みたいな、落ち込んでた時に、まあなんかせなあかんと思って、家の近所いつもジョギングしてるところに、まあね、そういう老人介護施設みたいなところがありまして、そこに、働こうって、まあ働こうっていうのは、まあ母親が、俺85歳になる母親がいてるんで、まあ今後そんな介護とかせなあかんとか、ね、そういう時に知識とかスキルをちゃんと持っとこうと思って、ほんでまあ、そこの介護施設で、まあアルバイトを面接したら受かりまして、それでその時すっごい嬉しかったね、あ、俺まだこう必要とされるんやと思って、ほんでまあ、そこでまあ、一生懸命働いてたら、まあまあ、介護士資格を受けたら、みたいなことを、まあ、施設に勧められて、あ、俺も、まあ、なんかそういう、のを、ちゃんと資格とかいうのを持っとかなあかんな、みたいなことで、そっから、やろうとして、それで、3ヶ月ですよ。あ、まあ、やっぱ、嬉しいですね。こういう資格を。持ってるっていうことは、まあ芸人としてもね、これをなんか一つのスキルとして持って、なんかいろんな芸としてこう広めていこうと、視野を広めていこうかなと思っております。ありがとうございます。ね、まあ受かりました。チャンネル登録、高評価、いいねボタンよろしく。